アレグザンダー・ウィントン、アレグザンダー・ウィントン、アレクサンドル・ウィントン、1860年から1932年は、自動車創世期に、米国の自動車メーカー、ウィントン・モーター・キャリッジ・カンパニーを創業し、米国で初めて自動車を販売した人物。日本では長い間、米国での自動車の歴史は、デュリア兄弟が最初に作っていたことに触れられながらも、 ランサム・イー・ウォールズとヘンリー・フォードが1896年に自動車を作ったという記述が始まることが多い。しかし、二人と同じ年に、アレグザンダー・ウィントンもまた、米国で自動車を作った人間だった。米国では自動車のパイオニアと言われる一方で、一般には忘れかけられていた。しかし2003年に、ホレイシヌルソン・ジャクソンによるウィントン社での 米国横断から100周年を迎え、2005年になって、ようやく、米国自動車電動に選出されていい。妻は、オペラ作曲家マリオン・キャンベル。アレグザンダー・ウィントンは、スコットランドで生まれ、1878年に18歳で、米国に移住した。ニューヨークで、蒸気船の技術者として働くが興味が持てず、22歳で、父と姉妹が今日構えていたオハイオ州クリーブランドに、 移り、クリーブランド鉄工所で、監督の職を見つける。19世紀末の当時はまだ馬車が旅の足だった。そこに自転車が登場し、瞬く間に普及していった。自転車はとても値の張る乗り物だったが、裕福な人々にとっては便利で自由な乗り物だったのある。そこに、事業機会を見つけたウィントンは、議定とウィントン自転車会社を始める。 事業は順調だったが、1890年頃には、自力で走る車両、つまり馬がいなくとも走れる車に興味を持つようになる。サイエンティフィックアメリカン誌や、ホースレスエージ誌,誌をはじめとして、関連する情報は、手当たり次第に読み漁り、自分の設計を練り上げていった。1886年9月には、自身のエンジン付きワゴンを公開の場で走らせている。 車輪は自転車用を使用していた。デュリア兄弟がアメリカ発のガソリンエンジンのラナバウトを作ってから3年後のことだ。ランサム・イー・オールズがミシガン州ランシングで、そしてヘンリー・フォードがデトロイトでそれぞれの自動車を発表した年である。翌1897年3月15日にウィントン・モーター・キャリッジ・カンパニーを設立。 米国における自動車メーカー創成期の一社となる。ウィントンの自動車は、ホースレスキャリッジともウィントンバギーとも呼ばれた。タイヤは、同じオハイオのグッドリッジの作ったゴムタイヤを履いていた。このタイヤは、ニューマチックと日本でも呼ばれた空気入りのゴムタイヤで、ウィントンは米国で最初にこのタイヤを使ったのである。すでに試作車を2台作っており、それは完璧な車となっていた。 1897年5月、クリーブランド競馬場で10馬力のエンジンを乗せ33.64メートル pH を記録する。ところが、この快挙に対し、世間はその耐久性と実用性を会議の目で見た。ウィントンは人々を啓蒙するためのプロモーションに力を入れるようになる。1年後の1898年3月24日。 ペンシルベニア州のロバート・アリソンが自動車を購入する。小売りされた自動車としては、米国発であった。サイエンティフィック・アメリカン誌に掲載された、ウィントンの広告を見たのが購入のきっかけだった。彼の自動車は当時では、先進の技術とパワーを持っていたとされている。水冷で6馬力の短気筒を水平に置いたエンジンを、車両後部に配置した、リアエンジンリアドライブ式。 トランスミッションは、全身二速で、交代付け、三輪自転車で、ジェームズ・スターレイが発明し、カール・ベンツが自動車に応用したチェーン駆動で、五軸に装着されたディファレンシャルに伝達する方式。この方式は広く用いられるようになる。チェーンは、車両進行方向に回転し、エンジンの出力軸とディファレンシャル入力軸は、車両横方向に向いていた。ハンドルはまだレバー式。 と呼ばれるもの。ウィントンは後には独自のステアリングホイールを考案する。25台を製造し年内に21台を販売したが、そのうちの1台はジェームス・ウォード・パッカードが購入していた。後のパッカードの創立者である。パッカードはウィントンに客として意見していたが、かなり突っ込んだ意見を言われ、それをうとんじたウィントンから、そんなに車をご存知なのであればご自身で作ってみては、 いかがと言わたのが、パッカード自動車創業の動機となっている。パッカード社の創業期の様々なエピソードでも、ウィントン社に対して、かなりのライバル心を燃やしていたことが伺える。ウィントン社のサービス体制の悪さ、品質の悪さなどについて比較コメントする一方、レースでも対抗していた。ウィントンは、翌年100台以上を販売し、ガソリンエンジン車では米国で一番のメーカーとなっていた。 これにより、ペンシルベニア州の HW コラーが、米国発の自動車ディーラーを開業。販売した車を送り届けるため、ウィントンは、米国発のキャリア車も作っている。彼は1899年にメカニックを乗せ自身で、クリーブランドからニューヨーク市まで800マイルの耐久走行をした。道路はまだ整備されておらず、馬で通るような道のりをそれでも80時間で、たどり着い。 しかし、この時は全く話題にもならなかった。このため、彼は2年後の1901年に、今度は記事を書かせるためにレポーターを同伴しほぼ同じ、道のり700マイルを47時間で通り抜けている。会社の株を公開し、1901年には、鉄道王で有名なバンダービルトが、ウィントンの会社の株を買ったと知れ渡ると、会社のイメージは飛躍的に良くなった。 ウィントンはプロモーションに力を入れており、そのために広告ももちろんだが、レースにはできる限り出場していた。勝つことが多かったが、負けることもあった。ウィントンが勝てなかったレースで、歴史的な意味を持つものが二つある。一つは1901年10月10日のグロスポイントレースで、あまり知られていない方のヘンリー・フォードとの戦いである。フォードはこの時38歳で、 もう若いとは言えない年だった。フォードの最初の会社は車を十二台作っただけで潰れてしまっていい。彼はレース車に全勢力を傾け八千人の観客の目の前でウィントンに挑んだ。十マイルレースで八マイルに差し掛かった時ウィントンの車は故障でコースをドロップする。フォードの車はウィントンの脇をすり抜けゴールする。この勝利のおかげでフォードは出資者を募ることができ。 彼の二番目の会社を創立することができた。ウィントンは、雪辱を果たすことを誓い、1902年、ウィントン・バレットを制作し、非公式ながら、70MPH を記録している。フォードの二番目の会社は、またもやうまくいかず、一年と15日後に再び、ウィントンと富と名声をかけて対戦する。フォードは歴史にその名を残す、999を、用意する。 ドライバーは、このレースで名声を獲得する、バーニー・オールドフィールドだ。ウィントン・バレットでの再挑戦でも、999に乗ったバーニーに打ち負かされた。フォードは再びウィントンに勝った。そして再び出資者を得ることができ、彼の3度目の会社となる、フォードモーターカンパニーが誕生する。この会社は長寿の会社として、現在に至る。ウィントンは、その後も、 先進技術の車を作り続け、レース車のテストドライバーとして、バーニー・オールドフィールドをフォードから引き抜きやトイレリもした。ヘンリー・フォードが自動車に関するあらゆることをなしえたと思っている人も多いが、初期の米国の特許ではウィントンが最も先を行っていた。ウィントンは100以上もの特許を取得していたが、たとえ競争相手であっても安全に関することであれば率先して、 技術を提供したという。グロスポイントレースの以前に、ウィントンは、フォードのハンドルでは誰かが死ぬことになると自身のアイデアのステアリング機構のデザインをフォードに教えている。この技術は、後のフォードの発展にも貢献したが、ウィントンは、レースで負けたのは、自分の教えたステアリング機構が良かったからだと自分を慰めたという逸話もある。1901年、アレグザンダー・ウィントンは、 サンフランシスコからニューヨークを目指しアメリカ横断に挑戦するが、ネバダの砂漠で車は進まなくなり断念。1903年、ホレイシ・ヌルソン・ジャクソンが50ドルの賭けのためにウィントン社でアメリカ横断を行い、ウィントン社の耐久性が実証される。ホレイシはアレグザンダーのネバダでの失敗を聞き、より北寄りのオレゴントレールのルートを選択している。ウィントン社を選んだのは、 ドライバー兼メカニックのクロッカーの推奨だった等だけである。しかも準備期間は車の調達から何からすべてを含めたったの4日だった。ウィントン社自身途中まで全く知らなかった。1904年には車両後方にトノーを乗せて5名が乗車としたツーリングカーモデルが2500ドルで販売された。水平水冷直列に気筒エンジンを車両中央に 搭載スチールのチャンネル部材とアングル材でフレーム組みされ車重は 1043kg あった。上流階級への売り込みが高奏し、1910年まで事業は好調に持続する。1910年代には自動車会社が次々と創業され、割れ先にと改良を重ねていた。会社同士の競争は熾烈さを極め、 ウィントンは1924年撤退を決意する。彼の車は1924年の最後まで手作りだった。その後はマリン関連、ガソリンスタンド事業、ディーゼルエンジンの製作に事業を絞り、会社を継続する。ディーゼルエンジン事業には1912年にウィントンエンジンカンパニーを起こし参入していた。1932年、アレグザンダー・ウィントン、エーミン。 1930年にこの子会社は GM 参加となり、社名をウィントンエンジンコーポレーションとした。実用的なリサイクルのディーゼルエンジンを開発し、400HP から 1200HP を出力した。これは GM 参加のエレクトロモーティブコーポレーションが1935年、当時製作したディーゼル機関車の初期型や海軍の発注した潜水艦に使われていた。 この事業部門は現在のエンドに引き継がれている。ウィントンモーターキャリッジカンパニーは1936年にはマリン海軍向け事業とガソリンスタンド事業のみとなり、1937年に GM 参加のクリーブランドエンジン部門として再編されていた1962年に部門は廃止される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。